ロンドンブーツ一号二号田村敦氏のニュースクラブ、今週も始まりました。田村敦氏です。一緒に番組を進めていくパートナーは弁護士の島田さくらです。文化放送アナウンサー、砂山慶太郎です。こんにちは。こんにちはお願いします。<ー>東京が今浜松市気温が二十五点八度ですよ高。あったかい。い夏日。十一月に二十五度以上の夏日になったのは、東京都心だと十四年ぶり。<ー><ー>続くでしょう、これ。まあ、ちょっとあれでしょうね。今日ね。 続くんですよから続きますか続くんですよ。も大きい高気圧が来てますから。<laughs> あそうですか。大きい高気圧が張り付いててこれがものすごいゆっくりなスピードで動いてるので、はい、しばらくこれなんですよ。これは信じていい話ですか。えー、あの気象予報士が言ってたのを俺そのまま喋って。なんですね。じゃ、うん、夏日が今年で141日目っていうまあ。 九月もねだいぶ暑かったですからね。十一月入って夏日が三日間続くのってなんか八十年ぶりとか百年ぶりとかで気象予報士がそれなんか気のあたり僕も聞いた気がしますね。すごいなんか本当に季節がずれ込んでるって笑ってるけどこれ完全に地球温暖化の影響なんでしょ。うねだから年々なんか更新していくでしょその夏は あの猛暑日みたいな新たな言葉みたいなのを設けて、うん、どんどん暑くなるし、うん、冬は冬でねなんかあったかい日日がが真夏続きますみたいな一応この前新聞出てたのは関東大震災のあった年の11月。うん 三日とかも二十七度ぐらい気温はあったっていう。だからたまにそういうことはあるみたいですけど、まあ全体としてここまで多くないですよね。百四十一日目みたいなね。うそうよね。うん、まあ今学園祭とかのシーズンなんで、これだけ天気いいと学祭は盛り上がりそうですけね。そうですね。確か,ね <laughs> 確かにね。うん、そうね。うん、あんハロウィーンの時にあんまりこう活性化させたくないんだけどね。人々 <laughs> そのちゃんとしたその施設で盛り上がる分にはいいけど渋谷がね今回ねちょっと収まってた感じだけどうこう暖かくなって10月31日まだ暖かいよねいうこうまたはしゃぐよねなんですかね渋谷のはしゃぎを私はもうどうにかまた来年どうなのかねですけど三、うん、連休の中日ですけど淳、はい、さんの,あの本の方は校長みたいで。あ,おかげさまであの 発売してあれ発売いつだったっけ10月の10月末ですよね1ね<え>月末とかでしたっけなのにもう2度目の重版がかかりまして<お>売れ行きがかなりいいっていう10月の20日10月の20日,月の20日うん、あそうだた娘の誕生日だよそこ忘れないでくださいよそうそう娘の誕生日に発売してもう2度目の重版がかかりましたのででなんか全国で お渡し会みたいなやってる。福岡お渡し会やってるんですよ。で,よ、うん、で福岡にもすごい来てくれました。ね。やっぱりあのちょっとコミュニケーション能力が苦手そうな方がやっぱ集まります。<laughs> そういう感じです。<laughs> っ困ってらっしゃるうんだからね。うん。だから今までのなんかサイン本のお渡し会の時よりも、うん、だいたい話しかけ って<で>、うん、そのま三十秒か四十秒ぐらい話すんですよ。うん、今までの傾向だと。はいはい、でも今回の超コミュ力の時はもうなんかもうああ,ありがとうございます。<laughs> もうあほ本当にいるんですねみたいなんで <laughs> 終わっていくから、<laughs> その、ね、できれば読んでから会った方がいいんじゃないかなって思う。<laughs> なるほど。まあその方がなんかツーみたいなの出した時にね。 またその形ワンも買いましたみたいな人がどういうリアクションかだとね。超コミ力ツーの時にね。ね、うん、楽しみですね。いやでもありがたいですよこんなにね。で、うん、っていただいて。東京でも来週水曜日にあるそうです。はい、超コミ力発売記念サイン本お渡し会。十一月八日水曜日スタートがお昼の十二時ですね。うん、東京の法輪堂書店高田のばば店三階の特設イベント会場であります。はい。 馬場駅の前です、ね、そうですすねそうツーショットの写真規模あれば撮りますとこれ大体<ー>いい話である程度時間がつ潰れるというか、うん、その30秒から40秒ぐらい一人使う想定だったらしいんですけど、うん、もうみんなパッパカパッパカ本もらってい帰っていっちゃうから人は行列はすごいんですけどはい、はい、なんかあっという間に終わっちゃうので。 その写真ぐらいいさんどうですかみたいな俺は全然いいですけど「<ー>写真撮りますか?」って言ってあげないと、うん、そのまだねコミュ力が備わってない人たちだから「<laughs> ど,どうですか?」って俺が毎回言うんで撮りたい人はカメラの起動して待っといてほしいっていその辺もアナウンスしますけど。<laughs> なるほど なんか小説家の先生とかだとあれですもんねあの筆みたいな持ってきて現場で書いてますもんねささささそう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 もう俺書いてるんで、うん、1,500冊もうまとめて書いたんで、うん、だからもうど「ありがとうございます」って言ったら「もう、うん、ありがとうございます」ってふァっていなくなるから <laughs> んか質問ない <laughs> せっかくあってさみたいな。 質問一人1個みたいな何か質問してほしいしね、うん、えだって「2.5次元俳優」とかの写真集のお渡し会とか私も前よく並んでたんですけど、うん、大体もう5秒もないぐらい一瞬で剥がされちゃうから秒かそうもうなんか本当にその瞬間に何を喋るかギュッとこう凝縮していかないと。うんうん もうなんか一瞬で流れちゃう。そんな三十秒四十秒なんか贅沢な時間<ー>写真も撮れるとかありえなくないですか？二秒ぐらいになっちゃうね。<laughs> 自主的に。自主的に。話されてるわけでもない。話とか必要ないんですよ。よ <laughs> もうあわれさますっつてもうこっちこっちでありがたいんだけど、うんうん、なんかね,ねもうちょっとこせっかくコミュ力の方出したんでコミュニケーション取りたいなと思ってたんですけど、<laughs> うん、あこういう現象が起きるのかと思って。うんうんうん でも、本は売れてるので、この本を読んで、コミュ力つけた人が、また、お礼に、どこかで会った時に、そのコミ力を発揮してくれると、僕は嬉しいなと思いますね。うん、ぜひ、お越しください。では、参りましょう。田村淳のニュースクラブ、本日もスタートです。ここからは、今週の気になるニュース。今日はパックンとお送りして参りたいと思います。お願いします。お願いします。 さあ少し前の、えー、パックンの X 旧ツイッターの投稿ですけども「うん、クラウドファンディングよろしくお願いします」「かっこ記事を読んでねイーロン・マスクからスターリンクを買収することに決めました」「かっこパックン」というツイートがバズってたということですけど <laughs> はいあのイーロン・マスクがねあのスペース X という、うんえー、宇宙開発系の会社を持ってましてその一という宇宙開発系の会社を持ってましてその一環として、うん、スターリンクという えー、衛星網を作ったんですよ、うん、で、それを俺買おうと思ってるんですよ <laughs>、うん、衛まあいわゆるインターネットつなげて」っていうでウクライナ戦争ですごくあのウクライナ側が、あのー、重宝してるんですけど時々「いやそこは」って言って、あのー、ある攻撃に例えばクリミアに対する攻撃に使わせてもらえなかったり、うん、いろんな不安があるから僕はあの全面提供したいからとりあえず買おうと。 思ってます。<う>はい、全面提供してくんないからね。そうそうそう。<laughs> うん、あのイロンマスクがね。あ、そういう的提供です投稿してたんです。そう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 。で日本のあの、えー、自衛隊も、うん、このスターリンクを使った実験もしてるし、<ー>これからあの日本の安全保障上に必要不可欠なものになるかもしれない。 イーロンマスクちょっと信用できなくない？いやだから全部やりすぎなところはあるよね。ですよね、うん。だけどそれ以上の開発を国ができないのも問題だとは思うよ、ね。あ間違いないですよ。だから開発者とか、うん、あの起業家としては僕すごく評価してるんですよ。うん、ただ我々の命運命を イーロンマスクに託したくない握りすぎだよねそう俺がそれを握りたい <laughs> 代わりに俺だからクラウルディングいやでどうかわかんない今は優しいパックンだけど<ー>その富と名誉を手にした時のワルパックンが出るとワルパックンが出てきたら怖いからね <laughs> マックンに対する時のパックンみたいなね、まあ、ネ,タのネタの時の確かにマックにはちょっと厳しいですよ <laughs> マックにだけスターリンクを貸さない <laughs> いも欲しいですよ。皆さん10兆円返してください。10兆円ねま、はい。まあでも本当にどうなるんだろう。日本も外国の企業にそのなんていうのこう自分たちの国のすごい情報をさ、うんはい、まあ無効経由じゃないといただけないってなったらこれ自国を守るとかできないよね。いやあの。 スターリンクは本当に優れものなんですよ、うん、あの普通の,あの我々が通信に使ってる衛星より5分の1ぐらいの低,す低さで飛んでるんですよ。5分の1とか10分の1ぐらいの低さで飛んでるんですよ。と、うん、いうことはレイテンシーっていってその通信の速さが、うん、多分速い,いんですよ、ね。それ普通の電話であんまり分かんないですけど、うん、でもこれからのドローン攻撃をドローンがあの迎撃するとか。 ミサイル,ルをとかそういうあの次世代の戦闘モードでは、うん、あのコマ何秒でも、うん、やっぱり勝ち負けのそうね早い方が勝ちなんだもんねはいあの運命を握るわけですよだからそのスターリンクの全面提供を俺がしてやるから <laughs> ご安心ください <laughs> 日本有利にしてくれそうもちろん向こうには貸さないよ十兆円出せば10兆円出せば 安いもんですよ出してみるみんなあ厚木さんポケットマネー出せる出せる感じでしょエンジェルやってくだエンジェル出せる規模じゃないでしょものすごい投資額よそれまあどうなるのかねちょっと見守んないとねこれもねさあではえすなちゃん今週のニュース振り返っていきましょう一つ目は時事通信からイスラエルガザ市包囲完了 イスラエル軍報道官はパレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の包囲を完了したと発表しましたイスラエル軍の戦車がガザ市中心部へ進んでいるとの報道もあり人口密集地でイスラム組織ハマスとの戦闘が迫っているとみられますイスラエルはガザ市を含む北部地域から退避を求めてきましたが多くの民間人が残されていて本格的な市外戦となれば住民に甚大な被害が出る恐れがあります 続いては東京新聞から柿沢法務副大臣が辞表提出ネット広告提案で隕石ちょっとエコが乱れましたけどね <laughs> あの東京江東区の木村弥生区長側が4月の区長選の期間中有料のインターネット広告を YouTube に掲載したとされる事件で自民党衆議院議員の柿沢法務副大臣がネット広告の利用を木村氏側に提案していたことが分かりました 柿沢法務副大臣は辞表を提出し岸田総理は任命責任を感じている誠に遺憾だと述べました3つ目は朝日新聞から岸田総理ら給与アップ法案見直しには言及せず政府が臨時国会に提出した総理や閣僚らの給与アップ法案をめぐって岸田総理は参議院予算委員会で国民の不信を招かないように努力を続けたいと述べました 総理は法案が成立すればボーナスを含め年間で給与が46万円上がることを認めた上で行財政改革を推進するためすでに月給の3割を国庫に返納していると強調法案の見直しには言及しませんでした、うん、4つ目は毎日新聞からアメリカ共和党のペンス氏大統領選から撤退を表明 アメリカ共和党では保守系ラジオ司会者のラリー・エルダー氏も党候補指名争いからの撤退とトランプ氏への支持を表明、えー、来年1月には各州に割り当てられた大議員の争奪戦が始まりますが、えー、世論調査ではトランプ氏が独走を続けています、えー、5つ目は共同通信から 万博建設費増額政府が受け入れ表明2025年大阪・関西万博の会場整備費をめぐって西村経済産業大臣と自味万博担当大臣は整備費が最大2350億円に上振れするとした日本国際博覧会協会の試算を政府として受け入れると表明しました。 大阪府、市と経済界もすでに容認しているため増額が正式に決定整備費の上振れは2回目で当初の見積もりから1.9倍に膨らみました6つ目は日経新聞から仙台原発12号機60年稼働を認可原子力規制委員会は九州電力仙台原子力発電所12号機の運転期間を最長20年間延長することを認可しました 原発の運転期間は規制委員会が認可すれば原則40年から1回に限り最長20年間延長できることになっていてこれまでの関西電力高浜1、2号機、美浜3号機日本原子力発電東海第二原発に続いて今回は5期目、6期目となります。最後はデイリーースポーツから信号流行語対象増税メガネが1000回 現代用語の基礎知識選新語・流行語大賞のノミネート後30が発表され、正解からは松川るい議員のエッフェル姉さんがノミネートされたものの、岸田総理を指す増税メガネは入っていませんでした。これを受け、ネットでは今年を象徴する言葉ならさ、増税メガネが一番合ってるんじゃない増税メガネが漏れてるぞ。 おい増税メガネが入ってないぞ <laughs> など驚きの声が上がっています <laughs> 今週の主なニュースをお届けしました <coughs> はい、パックン気になるニュースどれでしょうああまあ今週はずっとイスラエルガザの話してましたからちょっと違うのにしていいですか、今日は、うんうん、えー、じゃあアメリカのペンス氏が大統領候補から撤退したというのはうん、うん、これそもそもペンスが出てたこと知ってましたいや<っ>そう <laughs> あんまりそう話題に、うん、上がらなかったです。それ,はそれは日本にいるからあの気づいてないだけだと思うでしょ。うん、違うんですよ。ア、うん、メリカ人も <laughs> あそうかペンス出てたんだってこのニュースを見て思い出してるぐらいですよ。そ,そんなに話題になってない。全然あの一応ねあの大統領候補、えー、ディベート討論会があって、うん、ペンスはそこに登場してるんですけど、うん、大したこと言ってないし存在感がないんですよ元副大統領なのに、うん、今年一番話題になったのは。 あのーまあ、ある、えー、裁判のんていうんですか証拠が明かされたときに、うんあの、ペンス副大統領に、えー、お願いしてね、あの前回の大統領選挙の結果を承認しないように圧力かけたんですよ、うん、トランプが。で、やってくれなかったです。うん、で、こいつだめじゃん、こいつ、正直するよって怒ったんですよ。うん前 マイク・ペンスがそれを使ってペンスは正直すぎるというあの選挙運動、えー、テレビ CM を作ったんですよ、うん、トランプが言う正直すぎる政治家これまあ正直な政治家、うん、評価するじゃないですかそうね全然響かないですよ <laughs>、えー、全然響かないで支持率が全くわからないであの本当に23%しか獲得できなかったですよ <laughs>、うん、一方そのトランプ氏、うん あまあ、今の「こいつ正直すぎる」という、えー、その証言が出た裁判の他に、まに、あ、合計4つの刑事裁判、うん、その他に複数の民事裁判の対象にもなってて、うん、あの選挙運動をまともにできないぐらい毎日どっかの法廷に行かなきゃいけないぐらい <laughs> ああのこういう刑事問題民事問題で手いっぱいな人あどう見ても正直なさすぎる人。<laughs> うん 正直す,る人すぎる人の、えー、支持率が2%ぐらいだったところこの正直なさすぎるトランプの支持率が58%ですよ。はえー、共和党の中ですよ。ななんでなのまあやっぱりトランプは強いトランプはかっこいいトランプは面白いトランプは我々の代表で戦ってくれるというあなんかやってくれそうみたいなのが。期待がでミニトランプとか あの常識トランプと呼ばれてたディサンティス、うん、つまりトランプと同じような政策なんだけど、うん、トランプみたいな、うんえー、セクハラ発言とか、うん、問題行為とか民事裁判を起こされるような過去とか前科、うん、とかそういうことがない人がフロリダ州知事で、うん、あの一番手と思ってたんですよ、うん、この人が今回勝つだろう 1>, 1月2月のあた,、えー、あたりで見られてたんだけど、うん、その ディサンティス氏の支持率は今14%ですよ。トランプが58。で、すよミニトランプ、プチトランプ、常識トランプと呼ばれてたディサンティスもだめなんですけど、じゃあ、トランプ反対派の、まあ、元トランプの、えー、トランプ政権で国連大使を務めたニッキー・ヘイリー、元、えー、サウスカロライナ州知事があの、まあ、選択肢として出してるんですよ。 ミニトランプはいらないんじゃないですかだったらトランプでいいんじゃない、うん、と思う人もいると思うんですけど、うん、その彼女はいや私は保守派なんだけど、うん、トランプみたいなあの暴れん坊はいらないしその極端な極右的な政策も押さないぞと、うん、そういうスタンスを取って立候補して運動してるんですけど、うん、その彼女の支持率が7.7%だから常識的な共和党はもう勝てない、うん、共和党になってるんですよ だからちょっと荒ぶった、うんまあ、極右、うん、にならないともう支持を集められないし極右がそれだけの支持を集めているとかね島田さん、んすごいですね。だしトランプさんもう77歳とかで、うんね、公務耐えられるのかなっていうのもあるんですけど、ね、まあ80歳のバイデンに比べては結気そうですよ。<laughs> ね <laughs> そういう見方ですよ。で、ね、結局、そんなトランプがバイデンと、あの、明日、えー、選挙であれば、どっちに票を入れますかっていう。その世論調査ありますけど、四、うん、点差で、トランプが勝ってるんですよ。へえ<ー>。で、また、<laughs> も、大統領に,なに。なるかもしれないですよで。今、まあ、ね、トランプさんの時に、イスラエルのエルサイブ首都を。承認しますよみたいな、より、なんか、こう、イスラエル的な。うんうん 人でしたけど今のこのイスラエル情勢っていうのが、うんまあ、トランプさんをかなり後押しするみたいな面もありますかなくはないです、うん、あのトランプを支持する共和党の、えー、大部分は福音派キリシアンで構成されてまして、うん、福音派の皆さんは、えー、イエス様が再来するには、えー、パレシ,シナという、えー エリアに、うん、イスラエルという国がなきゃダメだと思ってるんですよだから何があってもそのあのイエス・キリストの再来を迎え,迎える準備を作るために、うん、するためにイスラエルを支持しなきゃいけないという信仰があるんですよ、うん、だからすっごく強いあのイスラエル支持が右側に固まってるんですよ、うん、一方左側左派、うん、の,の皆さんはどうなのかというと分かれてるんですよイスラエルの支持もあるけど あるけど、うん、やっぱり、えー、人道的な、うん、道徳的な面からイスラエルのやりすぎも良くない、うん、であの実効支配を縁に続けるこのアパルテイド状態も良くないという見方も強くて、うん、反イスラエルの、えー、コミュニティとか政治的な意見の方が民主党の支持者に多いはずです、うん、でもその方々が今怒ってるんですよイスラエルに寄りすぎてと、うん、いうことはトランプの支持基盤は そのままですけど、うん、バイデンの支持基盤は揺らいでるんですよ。でバイデンの、えー、民主党党内の支持率がその、えー、ハマスによるテロ攻撃があってその後の侵略、えーまあ、空爆があって上、うんえー、地上侵攻があって11点も下がってるんですよ、うん、この1ヶ月ぐらいで。うん、で全国の支持率も下がって今バイデンはえー 支持するが38.7%支持しないっていうのが55%ですよ。うん、こんな低水で大統領選挙に勝った人いないそうね、ん、で公務できるかどうかっていう年齢の心配もあるし <laughs> ご高齢対決ですねなんかでもそうなんですよだからゲートボールやって決めればいいぐらいですよ <laughs> 大統領選挙はね。 でも、まああのすすごく心配なんですがでがもこのままだともうトランプさんじゃないですか、勢い的に。勢い的に、うん、でも、だから今、民主党内でバイデン、やめろよ。うん、あの立候補したのはしょうがないですよ。うん、だってやめると言ったらずっとレイムダックっていう、うね、死にたいになっちゃうから。うん、だったらやると、ずっと言い続けてもよかったけど、うん、そろそろ空気読めよっていう圧力もかかってるんですよ。<laughs> <ー>でも 締め切りとしてあと1、2か月ですよ。うん、来年の1月から予備選挙が始まる。バイデンさんに代わってトランプさんを倒すぐらいの候補者っているんですか、うん、あの一応民主党で人気な人いるんですよ。うん、あのコーリー・ブッカーとかピート・ブッティチェッチっていう、うん、前回の、まあ、バイデンの対抗版としてある程度支持率を集めた人いるんですよ。うん、で、えー、ペンシルバニア州知事とかウィスコンシン州知事とか、ミシカン州知事。えー カリフォルニア州知事という大きな大事な州の州知事で功績の欲してる民主党員はいるんです。うんうん、ただ全国的に人気あるかといったらそうでもない。なるほどでも僕はむしろこれチャンスじゃないかなと思うんですよ。うん、だってバイデンがあんなにあの嫌われてる中で新しい風が吹かれただけで嬉しいじゃないですか。ああ、なるほどね。おこの人面白い。できるかも。うん、で、逮捕されてない。起訴されてない。うん、平和の中に入ってない。<laughs> あの人に比べてはまだいいんじゃんっていうそういう見方でもしかしたらチャンスかなと思うんですよいえいつだっけ大統領選って来週の火曜日から1週間後あごめん1週間ごめん一年後一年後ねはい1年後ねもうちょっとであと1年ちょうど1年ってことですよねそうなんですよ楽しみ いやいやでもどうなるのかって、まあ、こ,こんなに悪評があったトランプさんがまた復活してくるってことがあるんだと思ってあのだからどうう気になるけど楽しみじゃないですよ <laughs> 怖くて怖くてでもは、まあ、結果つながってくるのか日本もね。はい 大統領になって外れてまた大統領になってるのは結構アメリカでは過去過去一回あったんですよ一回ぐらい1回です1回あったんだけどトランプがやったらもうだって二回弾劾されてる男ですよ二 <laughs> <laughs> 回弾劾された大統領がもう一回挑戦して当選するのならまあ亡命させてください <laughs> <laughs> また戻ってくるかもしれない<ー>注目のニュースですねはい さあこのコーナーここで時間いっぱいですこの後パックンのさらに気になるニュースですここでパックンにさらに気になるニュースを伺いますお願いします会議長ってこの人会員 <laughs> 会議長はこの人会員、うん、会員 <laughs> いや あのじゃあ行きますよ。はい。マイクペンスが立候補していることは知らなかったでしょ。知らなかった。あの新議長が選ばれたことは分かってます。知らないです。あの議長が解任されたのは知ってますよ。あそれは知ってるんです。ねああよ新しい議長を決めるのもなんか大変じゃないかみたいなのはニュースで見ました。あそれそこまではついてきたんですね。よかったです。こっち二人はついてきなあの僕クイズとしてその人の名前を出そうと思ったんだけど。 じゃあ3択にしよう3択にしよういきますよえっとドナルド・ジョンソンロナルド・ジョンソンマイク・ジョンソン全然かんないロナルド・ジョンソンマイク・ジョンソンこれめっちゃ大サービス問題じゃないですかジョンソンまでは答えてるじゃないですか ドナルド・ジョンソンじゃあよし、ロナルドで。おじゃあ僕、マイクに。誰かが正解する。マイクが正解です。おめでとうございます。そうなんだ。まさかの。まさかの。僕もロナルド・クイズの定石で言ったら、こっち側のね、どっちかのドナルドかロナルドなあの、2 0 0が、あの、引っかけです。やられたよ。あの、マイク・ジョンソンです。でももこれねアメリカ人の 100人中多分 99. 点半分全5人って分かんない,んないけど <laughs> 99人はマイク・ジョンソンって分からなかったんですよ。<ー>まだ当選して、あのー、5年しか経ってない若手だう、うん、ごめんなさい、えー、6年しか経ってない、うん、若手なんですよ。で下院議長というのは基本的に重鎮の中から選ばれる人で、うんあのー、こう年,年功上列じゃないんだけど 次はこの人だろう次はこの人だろうという、うん、その見込みが外れることはまずないんですよ。で、えー、会議長大樹軍の人が立候補します会議,議長にさせてくださいという,、うん、いうとまあ大体その党内の、えー、根回しが先にできてるから満場、うん、一致党内で満場一致で当選するんです。うん、反対派の野党の皆さんはもちろん一票も入れない、うん、これは普通です。うん 一票も入れない野党満場一致で、えー、軽く過半数を占める、えー、与党が議長を承認する選出する,、うん、出するそれだけですでもこの、えー、会員された、えー、若いマッカーシーさん、うん、あのごめんなさい当選者にじゃなくて前、えー、1月に当選したマッカーシー元議員、うん、議長この人が選出されるのに15もの投票が必要だったんですよ うん、党内が割れてこの人に票を入れない入れない入れないっていうまあまた極右の皆さんが抵抗勢力となって、うん、素直に認めてくれななないいいいんんでですすよよん、うん、かか人ぐらいしかいないんですよねそうの、うん、で、えー、最低5人だけでも、うん、あの反対票を入れれば承認しないというぎりぎりの野党・与党のバランスがこの問題の背景にあるんですよ。うん 本当は大体中間選挙で野党が圧勝して与党になるわけです、うん、その会員の中で。でも圧勝できなかったんですよ。うん、ギリギリですれかって、で、ほんの4席だけの議席数で、えー、その毎回の承認がかかってるから、うん、教訓の一部の人が、まあ、議長、人質に取れるわけですよ、うんで。より人質に取りやすくするために、あのー、分かった、じゃあ承認するかと。 1> 1月の段階でね、うん、承認するからその代わりに我々不満があったらいつでも会員する会員する会員する提案を一人でも求めればみんなで投票しなきゃいけないルールにしようぜと言ったんですよ、うん、分かる、うん、だからこの俺議長になるけど何か不満あったら手挙げて,って、うん、手挙げたらもう一回議長を誰にするかという新たな投票すなんか権限を だからもうギリギリずっとあの危ないもう何て言うんですか断崖絶壁のギリギリ端っこの方を歩いてる額縁の上の会議長だったんですよ、うん、この間解任された人、うん、で何で解任されたかというと国家予算が、うん、あの本格的な国家予算案は 成立しないからよしつなぎの予算案を1月、えー、11月半ばまでつなぐだけでいいからとりあえず通そうよって言ってその局の皆さんは「やだやだ予算上げるのやだ!」って言い上がって通したんだけどじゃあはい解任投票しますよって言ってそうなんですよ、うん、例のあの妥協がやっぱり自分が人質に取られてて、うん、すぐ犠牲になったんです。うん じゃあ次誰にするのか、うん、となったらそこまでまあ次と思われてたような、うん、中道派の人が立候補してまた教訓の皆さんは「嫌だ」って言ダメダメダメ」<laughs> うん、で立候補をあの取り消した。うん、でじゃあその次は教訓から。 俺やろうかつって、うん、その局員の皆さんはフリーダム・コーカスという下院議員の仲間であの我々はあの保守中の保守だというあの旗を上げてる人えでそのリーダーであるえジム・ジョーダン下院議員はじゃあ俺やろうかっつってでもそれは中道派の皆さんから反対されたんですよでできなかったそれも4回と5回ぐらい投票してできなかったじゃあ誰にするというか誰にするのか 結局保守派か中道派かあの分かれてると対立してると通れないから、うん、誰も知らないマイク・ジョンソンにしようっていう話になったんですよ。<laughs> <え>そう一応保守派なんだけど <laughs>、うん、今までその敵も味方もほとんど作ってないそうか,だからどういう主張をしてるかがあんまり分からないから、はい、この人がいいってなっちゃったんだそうううなんでですすよよ<え>だからあのこういうこいと役人理事長が 解任された。うん、理事は誰,誰にする次誰にする取締りの中から選ぶ。うん、誰がいい誰がいいあ、取締りだめだ。あ、幹部もだめだ。うん、じゃあ、あのー、掃除係のペイペイの人、うん、お願いしますって言って、うん、<laughs> はーい、理事ですみたいな感じですよ。ジャッジできねえってなるってことだ。そうなんですよ。優秀かもしれないし、いいしい <laughs> 優秀じゃないかもしれないし。新入社員にしました。うんうん、理事長が新入社員です。そういう状態の会議長です。ちなみに会議長は、 大統領が暗殺されて自然死でもいいけど、うん、大統領が自然死んで、うん、副大統領も死んだら次は議長ですよ。うん、ですからこの無名な方,方が3人目の大機軍です。<laughs> なるほど怖くないいやそうだねだってどういう人か分かってないんでしょうか分かんないでしょ、うん、でもじゃあ就任してからどういう動きをするのか、うん、まず見てから判断しようと僕も思ったんですよ。うん 一番最初は何やったと思いますその権限最初のなんか議長になりました、うん、議長になってそのなんか手を挙げたらもう一回選挙してろっていうのをやめさせる、うん、<laughs> それがあったらまだよかったですよそうじゃないですよ何をやったのかというと、まあ、イスラエルと、えー、ウクライナに対する、えー、軍事支援支援金の法案を切り分けたんですよ あのバイデン大統領はウクライナ支援、うん、イスラエル支援、そしてガザ自治区の皆さんに対する人道的な支援を一、うん、つの法案にまとめて、うんあの、通してくださいとお願いしたんですけど、やだ、ウクライナに対するお金はこれ以上出さない。<ー>で、イスラエルだけならあの軍事支援を出す、でもガザに対する人道的な支援も出さない。 <え>国家予算を減らさなきゃいけないと言ったんですよ、うん、でもそのイスラエルに対する軍事支援の法案はついでにもう一つ項目がついてきたんですよ、うん、それは、えー、内国歳入庁日本でいうこ、えー、国税省、うん、国税省の予算を削減、うん、なんでそうすると思います<え>なんで国税省の予算を切りたい国税 国税,税,そ税をこう取るための力を弱めるのそう。うん。脱税を取り締まってほしくないんですよ。うん、この脱税を取り締まる、えー、予算を削ればどうなるのかと、というと脱税する人が増えて脱税額も上がって、うん、結局税収が減るんですよ。うん、だから国家予算を減らしたいって言ってるのにその赤字 予算が増えるわけですよへ<ー>えそれはとんでもない奴が議長になったってことなのか <laughs> 若いからこう <laughs> いろいろ付け込まれてるのかどっちなんですかまあ前者だと思いますよとんでもない奴がなったんですよとんで,とんでもない奴にとんでもない権限与えちゃったってことだそうなんですよだからこの人え員ですよ <laughs> <laughs> なるほどね、うん、どうするのもうでも選んじゃったもんねそんな急に変えられないでしょ、うん、急には変えられないけどあの 11月17日にまたその国家予算案のつなぎが来るかもしれないですよ。うん、で彼が通さないならとんでもない大問題ですよ。うん、政府閉鎖になるんで,すよ、ね、でも通してしまったらまた自分のその右の皆さんから。 裏切られちゃうかもね<ー>またクビになるかもしれない荒れてるねなんか荒れてるよアメリカさんそういやでも今の解説を聞いてよくわかったねうん。そんなことが起きてんだっていう、うん、そうなめちゃめちゃいい解説だったありがとうございます会議長は <laughs> 日本ではそこまでじゃないんだけど、うん、今回は注目すべきですよそうねはい。 さあお時間となりましたパックンからお知らせですはい私から紹介しますパックンと池上彰さんがまあ強調した本ですね世界を動かした名演説ちくま新書から1034円で発売中ですはいぜひ皆さん手に取ってみてください面白そうな本あっさりだね時間がパツパツになるということでパックンでしたありがとうございました